お前、何その手紙横取りしやがって、どういうつもりなんだよ。別に横取りなんかしてねえし、落ちてたのを拾ってやっただけだから。落ちてた？マジか。告白すんなら名前くらいちゃんと書けって。はあ、あれはただの遊びっていうか、押し返しをしようと思っただけで。冗談なら僕がもらってもいいよね、美咲ちゃん。別に勝手にしろよ。本気なの？嘘つかないよ僕は。あんな子供っぽい子と付き合ったら春の価値も下がっちゃうよ。今のうちにやめときなって。きっと春には合わないよ。そうかな。春ってさ、ほんと残酷だよね。そう。だって私のことは見てくれないじゃん。冗談やめてくんね。ね、あんな美味しいとこ知らなかった。うん。あの、ハルくんってモテるのに、そのなんで私なのかなって。もしかして罰ゲームとか？冗談で告白するやつとか最低でしょ。そうだけど。知りたいって思ったから。え？もっと教えて、美咲ちゃんのこと。うん。なんか甘いもの食べに行こうよ。何がいい？甘いもの？私甘いもの大好きでね。しおりと毎日放課後お菓子パーティーしてるの。楽しそうだね。うん、すっごい楽しい。机の上にいっぱいお菓子並べるんだけど、いつもリクが勝手に食べちゃうんだよね。そうなんだ。あー、なんか話しそれちゃったね。何がいいかな。アイスかクレープか。クレープ食べに行こうよ。クレープ？うん、好き好き。よっ！びっくりした！びっくりさせんなよ。今日は何を食べようかな。で、美咲が何？おい、なんでわかんだよ。わかるよ。いつも美咲の話ばっかりしてくるし。そんなこと。っていうか、美咲はあいつのことどう思ってんだよ。王子？王子？うん、ハロ王子。なんかムカつくわ。正直迷ってると思うけど、リクがぼーっとしてたら王子に取られちゃうよ。これは別に。ほんと鈍感だよね、リクって。うん、まあ、ていうか、しおりは好きなやつとかいんのかよ。え？いるよ。え？誰？うっそー。もういい、チャコマイクもらうわ。じゃあね。ほんと鈍感。あ、リク。おう、美咲、デート楽しかったか？やめてよ。まあ、美咲が楽しかったっていうならいいけど、もしつまんなかったっていうなら王子ぶん殴ってくるからな。王子？まあ、とにかく美咲がいいなら俺はいいから。じゃ。お前にははっきり言う。俺は美咲がほっとけない。どういう意味？お前といて美咲が幸せならいい。俺には関係ない。だけどなんか考えちゃうんだよ。なんでかわかんないけどすっげえムカつく。なんかこっちが冷めるわ。は？美咲ちゃんもお前嘘下手すぎ。おい、どういう意味だよ。お前がはっきりしねえからだろ。中途半端に美咲ちゃんに接して、美咲ちゃんが特別だって分かってんならごまかしたりカッコつけたりしてんじゃねえ。やっぱいらねえわあんなやつ。ダセーのは知ってんだよ。だけど俺は美咲が毎回戻ってこれる場所でいたい。お前にわかるかよ。いちいち言わせんね。王子のどこが嫌なの？嫌ってわけじゃないよ。でもリク、私自分でもよくわかんないんだけど、
なんか陸のこと気になっちゃってて、いたずらしたりバカにしたり、ただ仲いいだけって思ってたし、たまに本気でめちゃくちゃディスってくるし、うるさいけど、なんか嫌いになれないんだよね。そっか。これってもしかして好きってこと？好きなのかなって思った時点で、多分もう好きってことなんだよ、きっと。そうなの？美咲、私応援してるからね。何それ？これって…手紙、悪かった。あれ俺が書いたんだ。分かってるよ。え？2回目なんて思いっきり陸の字だったし。でもやっぱ冗談だったんだね。ちょっとだけ信じちゃった。美咲、俺美咲が笑ってるとすげえ嬉しいんだよ。いたずらしたりふざけ合ったり、そういう毎日がこれからも続いたらなって。だから私も。え？陸だけだよ、私を心から笑わせてくれるの。なんか悔しいけど。一緒にいよ。好きだ、付き合ってください。大丈夫だ、立ち上がるプリンセスと話したらならない。なんで出てくるんだよ。よかったの、これで一目惚れだったんでしょ。あー、私は毎日一目惚れしてるのにな。こうして私たちは友達以上になった。でも二人の毎日は今までと何も変わらない。変わらないから幸せなんだ。